トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。9月7日木曜日の朝です。社会を開始します。今日は嬉しいですね。気温が25度を切って24.3度。いやー、ほっとできる朝の気温になりました。ハトの方もこの気温に合わせて飛び回ってほしいんですけども、出社口は開けましたけど、なかなか飛び立つハトはいつも通り少ないですね。20羽ぐらいが飛び上がって、残りのハトは厩舎の中で出てきません。厩舎の中に入りまして、飛び出していないハトの追い出しを行います。ハトの追い出しを行いまして、外に出てきました。見渡すところハトは遠征に行って見当たりません。なかなか出なかったハトを追い出しているうちに、ハトは集団となって遠征に行ったようです。今日の西の方向、北の方向は雲がないんですけども、南の方向は雲が出てます。日の出の太陽がこれから昇ってきます。ただいま5時53分になりました。遠征に行ったハトの一部が6羽ですね、戻ってきて厩舎の周りの旋回を始めてます。毎回集団よりも先行して戻ってくる鳥、今日は6羽です。この鳥下ろしちゃうとまずいので、黒旗を出して今日も強制社外を行います。黒旗を掲げましたら、鳩の方は再び見えなくなりました。黒旗を嫌がって遠征に行ったようです。6時5分になりまして、遠征に行った鳩、これ20から25羽ぐらいですかね、戻ってきました。上空の方からまた5羽ほど降りてきましたね。これは先に戻ってきたのが遠征に行って再び戻ってきてこの集団に合流したようです。この羽数はまだ全体の半分弱ぐらいだと思います。まだまだ遠征に行っている鳥がいますので、その羽たちが戻ってくるまで飛び続けてほしいなと思います。黒旗の方は6時に下ろしましたので、ここからは自力で飛んでほしいなと思います。気温も今日は低いし、風も北風1メートルから3メートル吹いてます。少し頑張って飛び回ってくれれば嬉しいなと思います。6時20分になりました。先行して戻ってきた鳩、ずっと飛び続けてます。ちょっとずつ羽数増えたかなっていう感じがしますけど、まだ半数ぐらいの鳥は遠征に行って戻ってきてません。ここまでの飛翔時間は45分。遠征組は遠征したまま45分ですから、なかなか今日は頑張って遠征してくれてます。先に戻ってきた後も降りるかななんて思いながら見てたんですけども、なんとか風に乗って気温にも助けられて飛び回ってくれてます。そろそろ後続の遠征行ってる部隊が戻ってきて一緒に飛び回って、もうちょっと元気よく飛ぶ姿を見たいです。6時22分になり、遠征に行っていた鳥が戻ってきました。これが最終組じゃないかな。今厩舎の周り飛んでる鳥と合流しまして、一緒の飛翔を始めてます。ほぼうちの鳥60羽ぐらいがここで揃い踏みという状況になりました。戻ってきた後も割と元気良さそうなので、このまましばらく飛び続けてくれそうですね。やはり気温が下がったのは見ている方も楽だし、鳩も飛んでいてだいぶ楽なんでしょうね。スピード感はないんですけども、ふわ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 、やっぱりいい飛び方じゃないですね。飛び回って、ます。もうピシッとしろピシッとと
いう気持ちで眺めてます。暑い時の方がピシッと飛んでたみたいですね。これもうダラダラですよね。気温が高かったらもう降りてる状況だと思います。ダラ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 飛び続けるハトたちです。遠征から戻ってきたハトたち、今日はダラダラ社会をしてます。遠征に行ってて疲れちゃったんですかね。はい、今降りてきました。6時40分になりますので、今日の飛翔時間は65分ですね。時間とすればまあまあいい時間なんですけども、飛び方が今日は気に入らなかった。遠征の時は分かりませんけどね、戻ってきた後の飛び方が本当に物足りないなと感じました。このまま屋根の上でしばらく休ませて、7時ぐらいになったら呼び込みたいと思います。今日の社外の飛翔時間は65分。遠征から先行して戻ってきた後は強制で旗振りをして再度追い払いました。その結果として今日の鳩の飛翔時間を65分に揃えることができました。ただ遠征から戻ってきた鳩、前半戻ってきた後と最後に戻ってきた後含めて、なんか遠征から戻ってきた後厩舎の周り飛んではいたんですけども、飛び方が随分ダラダラですね。勢いがまるでない。どうしたんだろうな。鳩も急に涼しくなったので、その涼しさは味わう前に夏バテの症状になってきちゃったのかななんて、心配になります。遠征から戻ってきた後もビュンビュン飛び回る姿を見てみたいです。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。